あの日の現場を見た隊員の証言をもとに再現されました。去年の熊本地震では崩れた建物の下に多くの人が取り残され助けを待っていました。その状況を想定して九州の警察の広域緊急援助隊などおよそ600人が訓練をしました。熊本で救助に当たった隊員の証言をもとに人が取り残されていたわずかな隙間が再現されました。その中にいる人を超音波で探し、瓦礫が崩れないように支柱を立てて慎重に助け出しました。